はい。では農具に向かいます。はい。では扉を調べます。疲れた顔をしているな。そんなことでは、皆に示しがつかんぞ。ザイド、俺のことも、ちっとは心配してくれや。俺だって、一銭もできんほど心配事が多くてよ。エスカの件だな。あれから、エスカという世界を腕利きに調べさせているのがよ。妙なことばかりだぜ。長くいると、よくわからないことを言い出したり、知らないはずのことを知ってやがったり。本当におかしな世界だよね、あそこは。うむ？おお、噂をすればなんとやらだ。アトリの旦那、守備の方はどうよ。頼まれたからさ、あのエスカル王に行ってきたんだよ。あそこ、過去と未来がごっちゃになってる感じだよ。なるほど。それで、時のない世界か。時のない世界？未来から来た大いなるもの、セイレーンがそう言ってたんだってよ。やれやれ。あの渦がこれ以上増えなきゃいいんだが、セイレーンがどうにかしてくれねえかね。ふむ。そのセイレーンを探しているのか。セイレーンが、イノシシャを倒してくれりゃ、俺たちは大助かり、御の字だが。それならさっきも、武士っぽいおっさんに聞かれたけど、メザリオ海岸で目撃証言があるよ。でも、変なんだよね。そこに、セイレーンが2匹いたとか、なんとかでさ。2匹？おっとっと、お二人さんだったね。一応、レディー扱いしないとね。そういう問題ではない。なぜ2匹もいる？闇の渦を生み出す歪みの影響なのか。目ん玉って2つあるからね、目の錯覚かもしれないね。おかしな場所への異常事態かもしれんぞ。あの場所にはエスカへ通じる渦がある。そして、エスカ・ルオンには仮面をつけた者も出没するとか。天然やイロハはその情報を聞いて先に向かったようだが。お前も来んだろうな。ならば、特に気をつけろ。何が起きるかわからんぞ。その通りだ。何も知らない子供たちですら皆、何かが起きる予兆を感じ取ってるんだ。世界中が静かにピリピリしてるぜ。クワバラクワバラだ。そして、世界中が待ってるのさ。今こそ必要な英雄を、僕を、ね。ふふ。ところで、あいつは誰だったんだ？ギルガメッシュ。伝承堂抱えの達人の一人だと聞いている。大飯ぐらいだが、その腕前は冒険者にも流し入れているとか。それならば、信頼はできそうだな。俺もまたエスカルオンへ向かってみることとしよう。はい。では次は水色海岸に向かいます。はい。では渦を調べます。ちょうどいいところへ。くノ一によれば、色はどのに気になる兆候が見られるとのこと。銀河市の女は、命がけの決心をした際、特別なみそぎを行います。色は殿はひそやかに、そのみそぎを行いましたのでございます。まっすぐな性格ゆえ、色は殿は思い詰めるところがあると見た。役に立ちたい一心で、セイレーンとムノシシャの戦いに参戦するつもりに違いない。イロハ殿は一足先に、あの渦の先へ飛び込んだという話でござる。さあ、我らも追いかけるでござる。はい、ではもう一度調べます。セイレーン、イロハ殿を知らぬか？ああ、そなたらは、あのイロハという名の女子に近しい存在であったな。ならば聞け。我が支配されていたとき、ムヌシシャの望みで、我は扉、すなわち時空の歪みをいくつか見出していた。その一つがこの場所。神の世に近い場所の一つ、ルオンの庭。時のない世界をもたらす無なる雲は高い次元から降りてくる。唯一の道であるクリスタルを通り、何もかもを飲み込みながら。しかし、女神アルタナはそれを止めようとはしない。なぜなら、女神は知っていたからだ。それは運命。世がいつか迎える運命。無は、もはや止められぬ。次なるプロマシアを失い、一人になった女神には止められぬ。ええい、我ら、女神アルタナに全て頼る気はござらぬ。小さきほのかな光でも、導きをいただければ。ふむ。イロハという女子が言う通り、そなたらにならば任せられるな。おお、分かってくださるか。大いなる者は皆、人の話すことを理解してくれなんだ。やっと話がわかる存在と会えましたな。女神アルタイに会う方法を教えておこう。まずは、銀河市の冷戦自慢を包んでいる、器なる闇を払う必要がある。その力を持つは、信徒にいるセルテウス。セルテウスのもとへ続くクリスタルの道を通る力を渡しておこう。セイレーヌの本当にかたじけないでござる。我らセイレーヌとあの女が消え去った後も、その心意気を忘れずに歩むがよい。なんと、消え去るだと。ふふふ。あの女子に頼まれていた時間稼ぎは終わりだ。さあ、帰れ。時間稼ぎとは。娘子は、そのあたりには会いたくないと言っていたのだ。自然の循環を乱している存在が、自らの意志で消えようとしているゆえ、我らは力を貸すが。今のそなたらは、詳しく知らぬ方がよかろう。さあ、帰るがいい。分かってるでござるな。帰るわけにはいかんでござるよ。先ほどの揺れの中心は向こうでござる。はい。では進めていきます。座れそう。ないか。はい。では、こう調べます。我一人ならば、そなたの力の前に、ひとたまりもないが、我ら二人、言霊の力も高まりし。セイレーヌたちよ、今こそ、我が誓いの練り終わりました。本来ならば、この世に存在せぬもの、そは、未来から来た私め。そして、無の使者。今、セイレーヌたちの力、言霊にて、二つの存在を消し去る時が来た。三つだ。我らも消えゆく。後のことは、本来、この時代に存在する者たちに任せよ。フェニックスよ。私めが死したならば、大空へ、この体より解き放たれよ。言霊というのは自然への誓い、こうあるべきだという自らの決意、心から願うのだ。命がけで誓うのだ。自然の理に従え。死を迎えた者は永久に死にたいよ。時を超えた者どもを永遠に消し去れ。師匠、おさらばです。なぜ邪魔をいたすのか。そなたこそ、その尊い命を捨てるなど、もってのほか。天神殿も、師匠も、あもうございまする。我らが迎える未来が、どれほど悲惨で絶望に満ちているのか、分かっておりませぬ。私は決して後悔せぬよう、今できることすべてを、精一杯行うまで。我が命を捨てることで、この恩敵を消し去ることができるのならば、それが我が使命なのでございます。その気持ち、私めにもよーくわかりますぞ。しかれども、私めが命を捨てるときは、主君が死すると決まりしとき。そなたの主君が、殿であるならば、今この時の行為は、任務の途中放棄に過ぎませぬ。抱きすべき行為と言いましょう。いろはよ、諦めた方が良さそうだ。我には分かった。すでに、この天正暦884年より、そなたの傍らに強い絆ができていることが、自然の理を超える女神アルタナがもたらした力が、そなたの傍らに満ちているのだ。天然、かげろうとやら、あとは任せる。今の我らは、力を使い果たした。無のもの捕らえし、我らが幕府。しばしは持とう。故に、早急なる決断をせよ。おーっと、そこまで。何やつ。うぬししょちゃんは、このバラマオがもらっていくよ。返してほしくば。そうだね。いいや。きっと君ら、返してほしくはないと思うし。じゃあね。どういうことでござる？今のものとお知り合いなのでござるか？あの者は、セルテウス殿がいた夢に出てきたでござるな。大丈夫でござるか？我らは取り急ぎ、イロハ殿がゆっくり休める場所にお連れするでござるよ。よって、これをお渡ししておくでござる。大いなるもの、セイレーンから受け取った、セイレーンの風切り羽。ようには、一足先に、セルテウス殿に会ってほしいでござる。大事なものをゲットしました。はい、ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それではまたです。